はい、どうも土井です。いつもはちょっと不動産関係のですね、まあ、営業ですとか売買ですとか仕事の話が割と多いんですけど、今日はですね、コロナウイルス、これについて若干お話しさせていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、このコロナウイルスによる私個人的な話なんですが、身体的被害、これを受けました。まあ、その辺のお話をさせていただければと思うんですけど、まあ、結論から言うと、まあ、要するに、ベンチプレス目標150キロ上げようと、まあ、頑張ってジムに通っていたんですが、落ちました。かなり体力が、はい、やっぱ48の時ぐらいですかね、ゴールドジムに行き始めて、まあ、ちょっとこう本格的に少しちょっと体力つけて、まあ、仕事にもちょっとこう活力出しながらですね、若い者にはいつ負けてられないぞっていうことで筋トレをこう一生懸命やってたんですけど、で、なんとか51歳の誕生日までに150キロをベンチプレス上げて、150キロ上がるおっさんということで、仕事の方も頑張っていきたいなと思ってたんですけど、今年の2月ぐらいに145キロまで上げれたんですよ。まあ、そこ成功したんです、まあ、その時体重が93キロぐらいまでになってました。まあ、体重もやっぱりね、増えるんですよね。増えづらいですけど、まあ、そこまでなんとかこう増やしていったんですよ。プロテインとか、まあ、HMB とかいろいろこう飲みまして、いいところまで行った、あと5キロだなと思って、行ったんですね。ゴールドジムちなみに行き始めの時っていうのはマックスで120キロ行くかどうか、まあ、そのぐらいです。まあ、通常のベンチはスミスマシンは、まあ125とか上がってたんですけど、そんな状態で2年ぐらいで145まで伸びます。まあ、このぐらいの年代でもそのぐらいは伸びますが、休業要請でジムがとりあえず休館という形に4月の中旬ぐらいからなりまして、まあ、なんとか筋肉を落とさないように公園でこう腕立てとかやってたんですけど、まあ、腰ぎっくり腰なのかちょっとこうヘルニアなのかやっちゃいましてですね、まあガツンときた時はもう本当立ち上がれないぐらいまでなっちゃう。やっぱり節々弱るんですよね。で、筋肉特にこう落ちちゃって、まあ、慣れない、なんか腕立て伏せやっちゃったりとかしてですね、そのような状態だったんですけど、実際に、ベンチプレスに関しては6月再開していきましたらば、まあ、なんと120キロぐらい上がるだろうと思ったんですけど、120キロ上がんなくなっちゃいました。ですから筋力マイナス 20% ダウンですね。まあ、簡単に落ちちゃうなっていうか、何も やれない時期が3週間ぐらいありましたので、何もやんないとやっぱりそういう風になっちゃうんだななんて思いました。まあ、日頃からね、やっぱりこう少し体を動かす癖をつけて、まあ、周りのこう腰とかね、まあ、膝周りなんかもそうなんですけど、やっぱり我々ぐらいの年齢になってきますと弱っちゃいますので、まあ、多少こう無理しない程度に筋トレをやりながら、まあ、ある程度筋トレやってると自信がつくと思いますので、今日は筋トレのおすすめというか、まあ、コロナによって被害を受けたんですけど、また復活なんとか目指してですね、頑張っていきたいなと思います。皆さんもこのコロナの状態でですね、緊急事態宣言は解除されたものの、いつまたどうなるかわからないし、まあ、その辺にウイルスが来ると嫌だななんて、みんなもマスクしながらですね生活してますけど、まあ、早くね、まあ、好きなことができるような世の中になればいいなと思ってます。まあ、免疫つけていただいて、多少コロナウイルス入ってきたとしてもですね、軽症で済むような体づくりもしていかなきゃ、ね、ならないんじゃないかなというふうにもちょっと個人的には思っておりますので、今日はちょっとすいません、ぼやきで、またお会いしましょう。